藤井聡太竜王が連勝。最年少五冠にまた一歩前進。王将戦第2局、大阪府高槻市の温泉旅館、山水館で22日から繰り広げられた第71期アルソック杯王将戦7番勝負第2局、毎日新聞社、スポーツ日本新聞社主催、高槻市など共催、アルソック特別協賛、囲碁、将棋チャンネル、立飛ホールディングス、森永製菓協賛、は23日午後4時15分、挑戦者の藤井聡太竜王、19歳、が98手で渡辺明王将、37歳、を下し、開幕戦に続き連勝した。残り時間は渡辺1時間5分、藤井1時間19分、第3局は29、30の両日、栃木県大田原市の、ホテル花月、で示唆される。藤井は最年少五冠にまた一歩前進した。一方、4連覇、通算6期を目指す渡辺は次戦で早くも正念場を迎える。